このチャンネルでは、アバターワークという新しい表現や働き方、メタバースに関しての情報、リアルタイム翻訳字幕についての情報を動画では発信していきます。僕のチャンネルを見ておけば、アバターワークのことについて学べますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。初めましての方は初めまして、そうでない方はいつもありがとうございます。僕はこちらのリアルタイム翻訳字幕、ゆかりネットコネクターの公式ガイドを務めております、 VR ヘッドセットのメタクエストの公式アンバサダーとしても活動しております、 VTuber のクレアと申します。それでは前回のアバターワーク How to 準備編その1の振り返りを少しやっていきましょうか。前回はアバターワークとはその定義ですね、ご説明をしたり、そして何が必要なのか、アバターワークというのはどんなものなのか、僕のバーチャル接客の様子、MC の様子、アバターワークのメリット、デメリットなどを解説いたしました。概要欄に前回の動画を記載しておりますので、ぜひこちらもご覧いただけますと、より理解度が深まると思います。それでは今回は前回の動画の最後に告知をしておりました、アバターワークで気をつけておくべきもの、そして心構えなどを解説していきたいと思います。動画の後半では僕がたくさんお仕事をしてきた中での失敗談もお話しいたします。これは皆さん参考になるかなと思います。では気をつけておくべきもの、2023年現在は接客業、アバター、ワールドクリエイター業によるアバターワークがメインであり、メタバースの中で行えることは基本的に接客となります。前提として、あなたは個人事業主、パート、アルバイトのイメージで受託をいたします。僕のような VTuber も個人事業主、アルバイトで考えてみてください。この前提があった上で、一番上からほうれん草はしっかりと行うこと。これは当たり前ではありますね。例えばなんですけれども、こういったアバターワークはテレワークのようなものですから、出勤が遅れそう。何かの買い物ですとか、お出かけしている時に電車が遅れが出ているですとか、普通のアルバイト、あるいはお仕事のような感覚と同じで、契約をしている以上はしっかりと全うしないといけないので、出勤が遅れそうな時、必ず前もって早めに連絡いたしましょう。そしてわからないことがあれば、すぐに相談、報告できる連携力があるとグッドです。現実世界のお客様と同じく、メタバース上でもね、相手は中に人がいるっていうことが前提なので、言葉遣いもしっかりとしていきましょう。もちろん、次第に常連さんやお知り合い、お友達ですね、ができた場合は、その限りではないことはあるんですけれども、らしき中にも礼儀ありという言葉があるように、自分が今私がお仕事をやっているということを忘れがちになることもありますので、気を抜かないようにしていきましょう。そして、釣り入り酔いや過集中気味。過集中とは、集中しすぎてしまう、のめり込んでしまうということになるんですけれども、集中しすぎてしまって、いつの間にか疲れてしまっている、しっかりと水分補給や目を休めるなど体調管理に気をつけましょう。特にアバターワークやっておりますとですね、意外と集中して体調管理が麻痺することがあるんですよね。実はこの僕も結構ありがちです。ですので、休憩時間が設けられている時はしっかりその時間帯は休むようにいたしましょう。あとは声も大事です。マイクはなるべく無線より有線がベストです。これは音質有線というのもありますし、お客様、ユーザーに表現をお届けできるのは、エモートあるいは声がメインとなってきますので、この声が無線のおかげで声がブツブツになってしまう、途切れてしまうという可能性もあるので、なるべくは有線を選ぶようにいたしましょう。ご依頼の内容はしっかりと確認いたしましょう。特にですね、アバター、ワールドのクリエイターさんは、映像クリエイターさんもそうなんですけれども、接客など案内係、そして MC をされる方々も、間違いがないように、依頼の内容、そして言ってはいけない内容、
こちらが先に情報を知ってしまっている以上、なかなか情報解禁まではおしゃべりすることができませんので、しっかりとこのあたりは機密情報として守るようにいたしましょう。といった感じで気をつけるべきものはごくごく当たり前のところかもしれませんが、意外とここが忘れがち、もしくは曖昧になっているところもあるので、僕もそうなんですけれども、皆様気をつけてまいりましょう。次に心構え、そんなに難しくはないですね。一つ、無理はしない、背伸びはしないことですね。二つ目、わからないことはわからない、いい加減なことはしないように、そして頑張りすぎないようにいたしましょう。頑張りすぎてしまって体調を壊してしまったりですとか、ほうれん草を怠ってしまって適当なことを言わない、しない、これも大事です。三つ目は、誰もは最初は初心者です。仲間にも優しくましょう。お顔が基本的に見れない以上は、やっぱり声の優しさですとか言葉遣いとかで相手の感情がなんとなく分かってしまう時もあるんですよね。ですので、このあたりの同じ仕事をする仲間同士でもあるわけですから、優しく、そして言葉は丁寧に接してあげることがいいかもしれませんね。こちらはあると便利なもので必須ではないです。実際にクレアはあると便利だと思って感じたものを書いてみました。スマートフォン2台あると便利です。必須ではないので、2台あるとバッテリーの問題が解決したりですとか、あるいはこっちのスマートフォンではつながるんですけど、こっちではつながらないっていうのも見つけたりもできるので、ある意味デバッグとしても貢献できるんですよね。これができますと、開発元や会社様方に大変喜ばれることもありますので、無理に揃える必要はないのですが、2台ある人は活かしてみるのも一つの手ですね。ではこの動画の後半になります。クレアの失敗談、まあしくじり先生みたいな感じなんですけれども、僕も日々ね、成長するようにしています。ただこの成長していく裏では、とても失敗もあったりとか、お叱りもあったりですとか、もちろん褒められたこともたくさんあります。いろんな経験が踏まえた上でなんですけれども、皆さんにはこういうこともあったので気をつけていこうねというのも含めて情報を共有をしていきたいと思います。ではどんなものがあったかと言いますと、では簡潔に言ってみたいと思います。一つ目、頑張ってよく見せようと背伸びをしすぎた。これは過集中ですとか、いろんな勉強、情報を取り込むことによって、ほうれん草のレベルを下げてしまった昔経験がありましたので、今はかなりわからないことはもうすぐに聞くように厳重に詳細に繊細にやっているんですけれども、こういうことが起こらないように皆様注意していきましょう。そして接客の内容で、この案内もすればよかったなど、トライ&エラーというのはたくさんあると思います。誰もが最初は初心者、もちろんマニュアルですとか臨機応変にお客様の質問に対するもので、自分なりの言葉で回答していくものもあるかと思います。その上で、この案内をすればよかった、この言葉を使えばよかった、いろんなものが浮かぶかと思います。そうした時は次の接客にインプットしていけば、クオリティの高い接客というのが提供することができますので、ぜひそこはめげずに、落ち込まずに頑張ってみてください。で、三つ目なんですけれども、これ、どこのページでも書いてるんですけど、ほうれん草、めっちゃくちゃ大事です。特に、一見普通のアバターに見えても、実は開発の方ですとか、実は何かの業界の関係者の方ですとか、いろんな方々が、著名人の方含めていらっしゃるんですよね。こういった時に適当なことを言わないようにするために、わからないことはきちんとわからないというふうに言いつつも、しっかりとその裏でこういうことがあったんですけれども、こういうふうに、あるいはどうのように答えればよいですかなどを聞いていくことも大事です。あるいは前もって事前にこういう質問が予想される、このあたりはゆくゆく経験していくあたりで、もしかしたらこういう質問が出るかもしれないですとか、自分自身が経験を重ねることによって様々な Q&A が生まれてくるかと思います。こうしたいろんな体験談を持って、クレアはいろんな失敗もあり、そして成功もしたり、いろんなお仕事につながっています。業界的な業種的にはまだまだ伸びる界隈だと思いますので、この動画をもとに皆さんの参考になれば嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。
まあ誰しも失敗はすると思うんですけれども、なるべく失敗は皆様したくないと思いますので、まあ、僕の動画を見て少しでも勇気を元気をつけてくれればと思います。次回のアバターワーク How to 講座内容は、どうやってアバターワークお仕事を見つけるのかという内容で話していこうと思いますので、お楽しみに。それではリアルタイム翻訳字幕ゆかりネットコネクターの公式ガイドを務めておりますヘッドマウントディスプレイメタクエストの公式アンバサダーも務めております VTuber のクレアがお送りいたしました。また動画や配信でお会いいたしましょう。さようなら。